小泉城は奈良県大和郡山市小泉町にあった日本の城。別名、片桐城、小泉神屋とも呼ばれている。小泉神屋時代は小泉藩の藩長でもあった。小泉氏はもともと幸福寺氏とで1443年に小泉重弘が大城陰門後協郭と共に筒井氏と戦った。重弘はその後戦死するも、 1455年に、畠山や三郎側についていた津々井氏が没落すると、古市氏、豊田氏、秋篠氏、小崎氏、陽山奥氏の国人らが勢力を拡大し、小泉氏と共に4年間幸福寺首都に着いた。その後、長い間津々井氏と対立していく。1459年、大乗院寺社雑事記によると、津々井十二栄軍が、小泉間を攻めて、 小泉茂、小泉こ力丸等まるが切腹し、小泉館を破却するため奈良中の豪民に動員されたとされている。また、大乗院実写雑事記には、館と記載されているが、日本上郭体系によると、筒井城の場合と同様、上郭化していたものと思われると解説している。 1475年にも落城し、またしても、奈良の豪民に同意にし破却させつつ以上の柱に、したと伝わっている。筒井氏と小泉氏は反目していたが、天文年間には、小泉秀元は、筒井い事務所の命をめとって、筒井氏の重臣と活躍し、軍港によって1万4000国が与えられた。その後小泉氏は資料には記載されないようになる。 白とニアによると、筒井定治が、伊賀国に違法すると、小泉秀元とその一族は共に従ったとある。その後、豊臣秀長が、山和国を治めるが、その家臣であった羽田長人が、この、小泉の地に四万国で入った。この時に、現在もある、薙刀池、鬼庭池を含む外堀を作ったものと言われ、小泉氏の館跡を拡大したと思われている。 片桐勝元像、自己陰像1601年、豊臣秀吉に仕えていた、片桐勝元の弟、片桐貞隆が、小泉城を含め1万5千国で大名の列に、加わった。その後、茨城市市によると、片桐市の茨城入城の時期については、関ヶ原合戦後と考えた方が良いとあり、関ヶ原の戦い後に、片桐勝元、 片桐貞孝兄弟の本拠地としていた、竜田城や小泉城から、大阪城の近くにある、茨城城に移って、豊臣市を補佐していた。そして、大阪の陣が終わると、今度は、徳川家康より、片桐勝元は4万8000国、片桐貞孝は1万6400国に加増され、片桐貞孝は1623年に、小泉城に戻ってきた。ここより、 小泉陣屋として新たにスタートし、陣内にいた農民を、街道筋に屋敷街を明治再び大きく改修した。茶人として、有名な、石州流の元祖、片桐貞正は、小泉藩、第二代藩主である。貞正は、弟の貞春に三千国分治し、小泉藩は一万三千国となった。三代藩主堤防の時、 初兄の片桐信孝に千国を分治したため、一万二千国となった。さらに就航され一万千国となった。片桐氏は、初代定高から十二代帝、厚島で代々と小泉の地を離れることなく、明治維新を迎えている。廃城は、廃城令によって取り壊されたと思われている。小泉城陽図、国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成歴代藩主のお墓は、京都の大徳寺にある。小泉城は、大和小泉駅の西北約600メートルの大地上の先端部に立っていた。大地の東側は、湿田で、さらにその東側には、富尾川が流れている天然の溶岩の地にあった。四角部分は、小泉城の西側にあり、 150メートルの長辺で内堀に囲まれており、この内堀は1673年に銀4巻目で完成したと旧記には記されている。この頃になると小泉城はほぼ完成され、外堀、なぎなた池、お庭池に取り巻かれ、その中に家中の屋敷があり、内堀の内側には藩主の館があった。小泉城は小泉神谷とも呼ばれているが、 ふるさと大和氷山歴史時点では、城郭としての構えを十分に備えた大規模なものとして、城下町は富岡川沿いの南北の並びに整然と出来上がっており、長連城も城外に作られた。これらは小泉城復元地図に記されており、今日の地割りにそのまま残っている。大手道は、金輪院前にある針の手から西へ登る道が、当時の大手道であった。 門は三箇所設けられており、北、西北、南にあり、そのうちの一つは小泉神社の表門として残っている。この門は歌舞伎門、高麗門と呼ばれるもので、この門が一区前と変化していないのであれば、その扉は通る門形式で外から見られやすい弱点がある。ふるさと山和氷山歴史辞典では内部を マス型形式もしくは通路を屈折させて遮断していたものと思われると記載しており、通る門をカバーしていたのではないかと解説している。小泉神社の本殿、ありがとうございます。